初田もくろさんのインタビューです。本日は、龍神さんっていうか龍さんのお話を伺いたいと思います。あちこちに龍さんがいらっしゃる、またそれが見えるということなんですけども、龍さんの件一つお話しいただきたいと思います。龍さんはあちこちにいる、そして人についてる場合、土地に住んでる場合、まあ身近にいる場合、まあ身近にいる方が圧倒的に多いんだけど、人についてる場合はその魂がすごく綺麗な人、欲がない人についてる。欲がある人には絶対につくことはない。だから今ちょっと欲の話をしたけど、今神社お寺に行っても龍さんたちがいないっていうのは、お願い事をする人たちがあまりにも圧倒的にも多いから。本来神社お寺そういったところは感謝をする場所、ありがとうって感謝の意を表す場所、神聖なる場所、お願いをする場所ではない、そしてお金儲けをするための場所ではない、履き違えてる。そして龍さんたちはそこに行かなければ会えないわけではない、身近な場所。今天の仕事として今活動して、こうやって話を伝えている収録中に龍さんたち、そらかなりの何体、多分数千体集まってきてます。下手したら何万体かな、集まってます。で、天の仕事仲間の、彼も見て、龍さんいっぱいいますねっていう話で、今龍さんの話をしていますけど、龍さんたちはこういう日常、山、川、海、そして大地、植物、そういったところにもいる。で、こういう話をしてあげると龍さんたちはすごく喜ぶ。なんでかって言ったら、普段不特定多数の人たちは見えないから、意識して知んないと、ああ龍さんだってわからないかもしれないけど、こうやってなんだろうな、ああ龍さん、これが龍さんかなって思ってくれるだけで、龍さんたちはすごい喜ぶ。ああ分かってくれる人がいるんだって、それだけで喜ぶ。それが龍さんたちのまあご褒美、餌みたいな感じなものだから、栄養分になるものだから、感謝することっていうのはとても大事なこと。お願いをするために龍さんを使うものはそれは違う。だっていつの時代も目に見えない存在たち、大いなる存在たち、自然界を司る者たち、世界中の神々は何もしなくとも何もなくとも、ずっと慈愛の慈愛の
愛で見守り続けていく。見返りもなくね。どれだけ愛して深い愛情を持って包み込んで見守っているのか、どんなことをされてもね、それが目に見えない存在たちの力。目に見えない存在たちがいなければ空気を吸うことだって、体を動かすことだって、朝起きることさえ、体の臓器を動かすことさえできない。生きていること、今この瞬間を一瞬一瞬味わえること、それは当たり前ではありません。だから龍さんたちが毎日こうやっていてくれるっていうことはすごくありがたいことで、龍さんたちがついてくれてる人もいてくれるのは当たり前じゃない。いてくれてありがとうねって、うん、お願いするものじゃない。感謝する。そしたら龍さんたちがいいように変えてくれる、うん、全てをね、うんうん、だからお願いをするっていうのは人間の欲であり業なんだ。欲があるからでしょ、自我があるからでしょ。だからお願いをする。だから魂が清らかな人、そして魂が純粋な人に龍さんがつくっていうのは欲、業がない人なんだよ。だからつきやすい。だから神社が少なくなっている。うん。有名なところでもいるところはある。うん。でも、ちゃんとした場所には入れないと思う。本当に龍さんがいる場所には行けないと思う。なんでか。そこは人間が入る場所じゃないから。そこを守ってるから大丈夫なわけ。そこを簡単に人間に入らせるとお金を絡ませてね、入らせるといなくなる。まあ座敷わらしたちと一緒だね。とにかく人間、龍さんたちは人間が大好き。すごく。うん。だからこんなにもたくさんの恵み、豊かさ、恩恵を授けらしてくれる。うん。ありがとうございました。